ジョンソンから反対側のラモス、宇都直樹が正面突破していくか、これはパスを選択しました。いいですね、やはりウッド選手アシストがうまいですよね、技術の高さも誇っていますが、まあ、やはり宇都も個人としてこのインサイド、まあ、そしてやはりあそこにもボールを託せば、それは非常に高確率で得点を沈めてきます。ここはオープンなショットになりました、スリーポイント、安藤誠也、松井からジョンソンへとつないでいきます。ここはまだボールを保持したままで、さあクイックスリーが来るか、来ました、さすがですね、得点で攻撃を終えている島根。そしてボールがこぼれた、まだ最後時間があるが、阿部のショット、これが決まる、いや素晴らしいですね、ビッグプレーになりましたとは驚きましたけれども、まあ、阿部が集中してましたね。そうですね、阿部選手こういうスリー結構決めるんですよ。そうですよね、はい、ビフォードはニック・ケイのスクリーンを使いながら前に出てノールックパスでウィリアムスニカにつないでいきました、はい、富山もね今 2-3 ゾーンディフェンスでした。富山も本当に細かくディフェンスを変えてくるんですが、まあ、それをオフェンスで破っていった。一方富山のオフェンスはどうか、松井96スリーポイントですが、ボールを奪いました。そして宇都、マブンガへとつなぐ、ダブルチームでディフェンスプレッシャーをかける、ただスミスにつながればしっかりと得点を叩き込んでいきます。いいですね、はい、スミスに代わってジョンソンがコートに入ってきます、まあ、スミスがいない間にこのマブンガとジョンソンのラインというのもかなり確率が上がってきたんですが、トラビスのスクリーンを使ってバウンドパスでアビリオにつなぎました。コーナーからスリーポイント、はい、ここでようやく1本きました、はい、ニック・ケイから見事なパス、これはシュートを選択しなかった、一つ加えて金丸のスリーポイント、ようやくね、はい、ここでようやく来ました、はい、アタックからのフェーダーウェイは落ちてしまいボール、はいはい、走りたいですね、そしてビフォード走っていく、3点差まで詰めている島根はこれで一気に1点差になりました。相手に立ち向かっていくのが島根スタノーマジックのバズソースタイルです。そのスタイルが富山の前になかなか前半20分スリーポイントフェイクを入れますが、そこからふわりとスミスにつないでいくがこぼれる、島根守りました、はい、また走っていく島根、安藤スリーポイントシュートが決まるか、決まりました。さあそこをまたバズソースタイルで崩していけるんでしょうか。ビフォードのアタック、そしてパス、ウィリアムスリーカー、バスケットカウント、やはり、ね、ここからのアタックの、ね、アシストですね、パスも見事でしたね、はい、まあ、島根として残り45秒です、はい、時間がありません。松井慶十郎スリーポイント射抜いた、いいオープンのショートですね今の、さあ5点差、前節チームとしては初めての同一カード連敗とはなったものの、西地区首位の琉球から学んだものをしっかりとこのホーム松井総合体育館でつなげました。